私はバイトをしたことがなくて、あ、そっか、だから今回このちょっとバイト体験みたいな気持ちでやっちゃいました、うん、そんな気持ちでやってくれてたんだあんなお客さんめったにいないけど、ね、いらっしゃいませっていうのがちょっと憧れがあって、あ、まあ、店によって違うね、いらっしゃいませもね、そうだね、確かに、うん、居酒屋とかもってな、せーでいいよ居酒屋だったら、うん、やさやせわしゃわしゃ、もっと大きい声わしゃ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 わし